あな座兵出身者は、奈良県桜井市にある神社である。式内社で、旧社格は、県社。元はアナシ、あな座兵出身者、牧向座若見玉神社、あな太平出身者の三社で、室町時代に合祀された。現鎮座地は、あな太平出身者のあった場所である。元のあな座兵出身者は、水人天皇2年に山和姫命が、 天皇の午前の四五神として祀ったとも、慶光天皇が八千鉾の神を平主大臣として祀ったとも言う。旧鎮座地は柚月学であるが、否定地には龍王山、穴子山、牧高山の三つの説がある。祭神の平主神は現在は中殿に祀られ、鏡を神体とする。神社側では平主神は未決の神であるとしているが、他に雨の渦め命、 佐野のおのそん、天吹き命、竹みな固命、大名道の人の分身のいずか命、大和の大国魂神とする説がある。巻向き座若神玉神社の祭神若神玉神は、稲田姫命,命のことであるとされる。現在は、右者に祀られ、まが玉と鈴を神体とする。元は、巻、高山中にあった。若神玉神については、 枠山宗日神のことであるとする説もある。上記の日社は、焦燥院文書に、天平2年に震災を行った記録があり、上元元年にそれぞれ生後以上、15以上の神海が授けられた。あな太平出身者については、鎮座年代は不詳である。祭神の太平出身は現在は佐社に祀られ、剣を身体とする。太平出身の正体については、 八千ほこの命、すたのうの命、雨の渦め命、雨のひぼこ命という説がある。中世頃から、あな座兵出身者が、あなし、上やしろ、太平出身者が、あなしし者と呼ばれるようになった。王仁の乱の時に、若み玉神社とあなし、上やの社殿が消失したことから、この二社をあなししもに合祀した。明治六年に合社に列し、 昭和3年に犬舎に昇格した。拙者として、のみのすくねを祀る相撲神社があり、相撲の祖神として信仰されている。ありがとうございます。